Do you know those plants actually produce oxygen? Yeah. That's why you haven't been here, That's right? That's why I haven't. Yeah. So in fact, if I locked you in here with me for the rest of our lives, we'd still be able to survive. We could, yeah. Just saying. こんにちは、トモエです。今回はミランダカーで学ぶ英会話ということで解説をしていきます。で、今回も英会話でよく使う表現を厳選して解説をしていきます。それでこの動画はですね、繰り返し見てください。まあ音読でもシャドーイングでも聞き流しても見方は何でもいいんですけども、とにかく繰り返し見ることで定着していくので、繰り返しですね、見てください。それで実はですね、普段はもう10分から20分以上のたくさんの英語表現を、まあ、詳しく解説している、まあ、長い動画を投稿しているんですけども、今回はですね、短い動画を投稿してます。うん、っていうのも、その長い動画は作るのにこうめちゃくちゃ時間かかるんですね。だからこう、長い動画の完成を待ってもらっている間、こう何かね、こう勉強になるようなこう動画を他になんかこう投稿できないのかなと、まあ、ずっと考えていたんですけども、まあ、それでですね、今回あの短い動画をですね、作ることにしました。で、この短い動画に関しては、まあ、数少ないですね、英語表現を、まあ、本当に簡潔な、シンプルな、まあ、解説っていうか紹介ですね、でお送りします。で、字幕に関してもですね、普段のこう長い動画では、まあ、英語字幕のみの字幕プラス、まあ、日本語と英語はね、どっちもついてる字幕もこう両方載せてるんですけども、この短い動画では、日本語と英語はですね、こうどっちもついてる字幕のみでお送りします。まあ、なのでね、普段の動画と、まあ、そういった違いもあるんですけども、もうこの動画もですね、もう正直めちゃくちゃ勉強になるんで、ぜひ学んでください。で、なんか長い動画何って思う人もいると思うんですけど、今回僕のこと初めて知ってくれた人はですね、まあ、概要欄に貼っておきます、その長い動画もですね。で、これも本当かなりわかりやすい動画なので、そちらでもですね、ぜひ学んでみてください。で、長い動画ね、楽しみにしてくれてる人も、もうすぐアップするんでね、ぜひ楽しみにしてください。それで、この短い動画に関しては、まずですね、こう、日本語と英語字幕、これどちらもついているものを見ていただいて、で、その後にですね、まあ、シーンごとの表現の紹介をしていきます。で、その後に、一番最後に、まあ、この動画ね、どうやって勉強していけばいいのかっていうちょっと学習法を解説してます。なので、最後までですね、絶対に見逃さないで見てください。それでは、日本語英語字幕付きの動画を見ていきましょう。I research different plants that can create oxygen. Okay. I'm Oliver Trevina, here with this.Absolutely stunning girl, Miranda Kerr. Thank you for stopping in. Thanks for having me, Paul. The pleasure is all mine. Definitely. Do you know those plants actually produce oxygen? Yeah. That's why you haven't been here, That's right? That's why I haven't. Yeah. We brought them in for you because I knew I'd be suffering with lack of oxygen. I researched different plants that can create oxygen. Okay. So you could actually live in here with these plants without actually...having any more oxygen from outside. So in fact, if I locked you in here with me for the rest of our lives, we'd still be able to survive. We could, yeah. Just saying. You're into all your Buddhist stuff and that, aren't you? Yeah. And you chant every night. What's the chanting like? Can you teach me a chant? Namyo Renge Kyo. Okay, come on then. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namaste. シーンごとに英会話でよく使う表現を紹介していきます。Absolutely stunning girl, Miranda Kerr. Thank you for stopping in. Absolutely stunning. Stop in. Definitely. Definitely. We brought them in for you because I knew I'd be suffering with lack of oxygen. I researched different plants that can create oxygen. Okay. Cause.Specifically. So in fact, if I locked you in here with me... Lock A and B. Just saying. Just saying. You're into all your Buddhist stuff and that, aren't you? And you chant every night. Be into. Chant. Stuff. Okay, come on then. K. Come again.いかがだったでしょうか。今回は短いバージョンの動画なんで、まあ普段のね、長いバージョンの動画と違って、英語表現の解説を、まあ僕自身で全くしていない動画となっていますが、まあとはいってもね、もうかなり学びになる動画になってるんで、まあぜひですね、繰り返し学んでください。それで皆さんにありがたいことに、解説がもうめちゃくちゃわかりやすいといつも言っていただいている、長いバージョンの動画ですね。こちらに関してはもうすぐアップロードできるんで、ぜひですね、楽しみにしていてください。それで本日紹介した英語を定着させるために、この動画を繰り返し見てください。まあ聞き流し
でもシャドーイングでも音読でも独り言でもとにかくいろんな手段を使ってですね、繰り返し見るとものすごく定着率が上がります。で、今回のですね、動画が役に立ったと思ったら、下からですね、高評価、グッドボタンを押していただいて、まあ、今後もですね、どんどん有益な情報を YouTube で発信していくので、まあ、見逃さないように、これもですね、下から、チャンネル登録をお願いします。それで本気で英語が聞けて話せるようになりたい人向けに、僕の公式 LINE で、まあ、本格的な英会話の無料講義っていうのを配信しているので、あなたが本気で英語を聞けて話せるようになりたい場合は、下の概要欄からですね、僕の公式 LINE に登録をしてください。で、あとはですね、Twitter やインスタでも、なんていうんですか、英語学習に役立つ情報を、まあ、提供しているので、あなたが英語上達に興味がある場合は、まあ、そちらもですね、チェックして、まあ、フォローしてみてください。それでは今日の話は以上になりますので、ありがとうございました。